鎌田さんこんばんは。ふと思い出したのですが、初期ウニのリンネの飛燕、飛翔の飛燕のコマンドはなぜ463214だったのでしょうか。今でもかなり珍しい特殊なコマンドだったと思います。自分はアーグゲー出身だったこともあり、632146がちらついて非常に難しく、なんなら今でも出せないだろうコマンドの一つとして印象深いです。462344 462314コマンドになった理由や、後に63214になった経緯があれば教えてほしいです。なんでこのコマンドになったかっつうと、もともと、俺は、飛燕作るときに、63214かな、みたいな、イメージがあったんですよ。だけど、まあ、わかるじゃん。無人と飛燕のコマンドが被るから、暴発するなって思ったんだよ。だから、その別のコマンドにしようと思ったんだけど、空いてるコマンドがあんまりなかったのと、その、なんだろう、632146っていうコマンドも、まあなくはないんだけど、その、まあ、一度ね、考えたんですよね。コマンド技のコマンドってどういう意味なのかなっていう。まあ、昔のさ、スト2からある、その、昇竜拳は前に進んで一瞬しゃがんで上に行く感じだから623ですよ、とか、そのサマーソルトは溜めて上に打つから下溜め上ですよとか、スーパー頭突きは後ろにパワーを溜めて前に行くよみたいな、まあ起源の話だよね。があったから、じゃあ飛燕の動きを考えた時に、どういうコマンドだったらなんかおもろいかなって考えて、まあ一番その、俺の中ではこういう動きだったらこうの方がいいかなって思ったのが462314なんだよね。で、462314でも、俺は別に普通に、そんなに困らず出せてはいたんだけど、パッドでやってる時ね、462314でも別にそんなに困ってなかったんだけど、まあ、冷静に考えて明らかに出しにくくて、特に 6C6C462314 っていうコマンドが多発するのと、ダッシュ 6C46214 っていう入力が、とてつもない入力になっていて、特にレバーだと無理じゃねってなって、で、コマンド変えようってなったんだけど、やっぱり、これだっていうコマンドがなくて、で、正直632146でもいいんだけど、その、そのコマンドってさ、その、ウニにはないじゃん、他に。ないよね、確か。あったっけ？確かなか、あ、ごめん、あるか。あるわ。セトが入ってるわ。後半入ってんだ。ごめん。なんかね、そのコマンド自体俺そんな得意じゃなくて。だから、あんまり増やしたくないなっていうのと、長いコマンド ?632146 ってコマンドって、コマンド入力的に結構、対乱レイみたいな感じで、超技クラスな感じがするんだよね。で、それが簡単な、なんつうの、必殺技、ただの突進技みたいなコンボパーツってやつに入るのは、なんか、強弱関係的に違和感がすごいあって、やっぱ良くねえなと。もともと463214みたいなコマンドではあったけども、コマンド入力の長さと演出の長さみたいなのが全然合ってないから、もっと簡単なやつにしなきゃなって思ったんだけど、空いてるコマンドがなくて、ずっと考えて、結局、最終的にたどり着いたのが63214になりました。で、6324にすると、もともと、無人が暴発するのは分かってはいたが、無人とあれで暴発するのは分かっていたが、頑張れっていう、気持ちで、そのまま、6324になりました。はい、とりあえずそういう感じです。お便りいただき、ありがとうございました。